ちょっと遅れちゃいました。くじ取り今来てます。遅くなりました。遅くなりました。間に合いませんでした。早めに出たつもりやけど一番最後でした。音が聞こえないでしょ。笹原家からダッシュできたんだけど、昨日のダウンロードができてなかった。誰だかわかんないな。カメラを意識してカメラと同じ側にいないと映っちゃう。あそこの裏から撮ろうと思ってやめました。こんな映ってちゃダメでしょ。俺がくじ取り人が今鯉を奉納してやってます。
考えてみたら一緒に授業やったらよかったね。僕も授業だったんですよ。どうせだったら全員一緒にして二人で話してりゃそれでいっぺんに済んだなと思って浮いてます、ね、浮いてました。残念ながら、うん、ちょっとなんかプカプカと。 GoPro で撮影しますか。水の中入れたら怒られますよ。カメラが映る、映らないしなきゃ。ご無沙汰してます。矢部です、どうも。カメラが GoPro になりました、今シーズン。これ、車に入れといてもらったらできるの？この使わないやつ。野郎さん、臭いけど、これどうする？これ多分こんな持ってないと思うよ。ちょっと外置いといて。かろうじて生きております。
本当にあったらいけるかなって感じてたよね。
は電話でして父は電話で、あ、もう連絡しました。父は電話で、あの途中で声が聞こえてました。いや、久々に負けたわ。いやどうですか、風間くん。一年伸びた甲斐があったな。そうね、その一年があったからこそやったかもしれないし、今の思いが詰まったこの一年。いやー、本当によかった。よくやっておりますね。あやつやりますね。なあ、七時は持ってるな。厳守っていうのを日本方針の一つに挙げておりますので、判断が時間が考えてより良い祭りを実行したいと思いますので、よろしくお願いを申し上げましてご挨拶させていただきます。本当にご苦労させていただきました。ありがとうございました。ちょうどお届けさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
息が見えんけど。先に、で囲みで、はい、待っていただきます。はい、素晴らしい。何が素晴らしいって。大変な、三番堂を迎える準備が、何時だ、2時半です。2時半。お部屋で入ってもらって、それから稽古場で行きませんかな。総当番さんがやっぱ行くとこにちゃんと一番が行くなって言って悪いことせんとこ、悪いとこせんとこにちゃんと一番が行くなちゃんと見てやる、ちゃんと見てやる、守るところに本筋行ってねもん、しっかり守るとこ守ってやってねんで。ああすごいな、ようやってくれた。誰が言ったと相当か。福井です。大臣も迎えたし、知事も迎えたしな。
言葉の言うこと聞いてるもんな。言うこと聞いてるし。茶菓子も用意したし。親玉やけど。親玉の状態やろ。え？全部何のことね。饅頭の親玉だ。おはようございます。おはようございます。やってくれる。自分のお父さんです。ここみんな写真撮ってくれるんだから、せっかくやし。ああ、ほんとに。まあ、寂しい気持ちも少しばかりあるんですけれども、こういうご時世の中で、ね、少しもやっていただけることに関しては、通り変わらずやっていきたいと思います。はい。はい、私です。はい。中島ヒットです。はい。はい。そうですね。統計取りたいぐらい。いや、多分一番運の確率が高い。3人いかがでしたか。いやカズマも泣いてました後ろで。頭で役者。はい、役者親さんとかがもういっぱい来られて、結構今年もそうですね。今は春山は子供が演じるというところでまず感動していただいて、そして演目の内容で感動していただくと、まあ、よいさんお祭りができるというところを、まずはさせていただいて、少しでも日本全国のお祭りを回っておられる方たちの勇気だったり希望だったりになれるようなお祭りにできればと思っています。はい、15日コンビ、皆さんどうぞ青海山のお祭り長浜引山祭りをご覧くださいまでお待ちしております。はい、そういった意味では大変な年の負担にをしましたからね。一番くじでも全部向かれたみたいな。全然印象しなかった。これ何の意味ないもんね。順番というものはね。ちょっと個人の情報も出してもらって、これ動画入っちゃったら大丈夫大丈夫、オレオレ詐欺とか来ちゃいました。石井君のところにこれ登るまでに戻ってきられろ。ちょっと待ってください。今入場。さんかトイレタイム。まあ、今もうしばらくでしたらお話できるようですので、もしよかったら。はい、大丈夫。全く緊張感なかったけど。はい、なかった。全然なかったです。お父さんもうるうるしてました。僕最初お父さんだと気づかなくて、誰か写真来たんだと思ったら。そこまで行こうかも。いやー、やっぱり持ってますね、石井君は。いやいやいやこの年のやっぱり
一番の価値がありますよね。あら一緒やった。あらあらあら、長いことを握ってやった。ちょっと大丈夫ですかね。なかなか出えへんな。ちょっとはい。声の容態はいいか。大丈夫。僕も横たわってね、一応撮っときました。でもちゃんと生きてました。大丈夫です。確認しました。はい。でも立ち寄ったよ。じゃあ。じゃあこの後探しに行ってきます。声はい。あ、傘が見えた。足が出てよかったですよね。いいでいいで。マッチマッチ。俺がね。たっぷりさせていただきましたけど、はい、あんなやり方すんなよと思ってたよ。こんな中途半端なって言ったの。だから2回行ったんで、その社会の会社は1時半集合で、やっこの11向かい、11向かいしてからので、なるほどなってます。それちょっと肩車するかどうか試して。写真写りが良くなるように、もう我慢したんですけど、後ろ引いても泣いてますよ。もうバシャバシャバシャって言って、もう全然止まらなくて、もうヒーヒーヒーして。ほら、俺は絵になったな、ほらもう。はい、そうです。あの、レンズスクロールがもうちょいあれば。もうほら、バイオレンスもね。バイオレンスもね。普段はもっともっと人間見せるんですよ。あこれで我慢して我慢してやってるじゃん。たぶんまた来るな。無心機ででもその次に来た感情が写真映る。そうそう、写真映る。超えてったよな、気持ちをね。そうそうそう、待ってなかった。あ、ま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 あ、3番の首は、コメントがなんか強かった。石屋さんとかなんか上に向かった。マジあれ、何で開かんかったよ。コメントが強かった。じゃあ、いや、なんか乗り付けがひどかった。俺は思ったんや。まだね、乗り付けやったやりようなやろうと思っちゃいかったよ。誰か消してれーって誰か出てくるもんね。でも、レッドがやっぱやったかなと思うし。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。だってあれ、え、最後に引いた、2番目引いた、2番目引きました。
で真ん中引こうと思ったんですけど、真ん中はもう取られるの分かってたんで、うん、また真ん中引き寄ると思ったんで、春日が一番引いた瞬間、赤真ん中取り寄ると思ったんで、あ、こうやったらもう左引きやんで、左取られた。なるほど、真ん中が3番やった。3本3つやつ引いててんけどな、3本1つも3本に乗ってましたね。ああ、すごいね。すごい。学校ごと、そうそう、昔はもう俺らの人は、ここで出してるんで。ありがとうございました。